バンパーはアメリカ海軍の潜水艦、バラオ級潜水艦の一隻。艦名のバンパーは一般的には北米両岸に生息するクラカケヒラージ属2種を指す。アメリカ公文書はインド洋に生息する魚を指定しているが、クラカケヒラージ属はインド洋には生息していない。 倉掛平ージバンパーは1943年11月4日にコネチカット州グロトンのエレクトリックボート社で寄港した。1944年8月6日にジョセフ W ・ウィリアムズ・ジュニア夫人によって命名、浸水し、12月9日に艦長ジョセフ W ・ウィリアムズ・ジュニア中佐の指揮下、収益する。その後、真珠湾に開港された。 4月22日、バンパーは最初の紹介で南シナ海に向かった。サイパン島に気候の後、ショ昇クに到着。しかし、この紹介ではジャンクやサンパンしか見ず、戦果を上げることはなかった。6月15日、バンパーは53日間の行動を終えてスービック湾に帰港した。7月10日、バンパーは2回目の紹介でタイランド湾に向かった。 7月15日にスクーナーを、浮上砲船で撃沈。7月19日未明、バンパーは、北緯08度08分統計103度40分、北緯8.133度統計103.667度、8 1 3 3百三点6 6 7の、マレー半島東岸タイランド湾港で、駆逐艦神風田の艦艇が護衛する小船団を発見した。バンパーは、 タンカー第3協栄丸に魚雷を命中させて、これを撃沈。他の船舶に対しても雷撃したが、こちらは命中しなかった。神風は、前日に攻撃してきた、ホークビルと交戦し撃退したばかりであったが、今回はなす術がなかった。バンパーは、この戦闘を、シャムワンの戦いと名付けた。翌7月20日には、ほぼ同じ位置で、 小型艇の撃沈を報じた。その後、魚雷を使い果たしたバンパーは、一旦、スービックワンで補給を受け、紹介に戻った。8月5日には、バンカ島近海で小型船を撃沈した。8月15日、バンパーは34日間の行動を終えて、フリーマントルに帰投した。バンパーは8月31日にフリーマントルを出港し、 スービックワンに9月9日到着した。バンパーはフィリピンシーフロンティアの一隻として1946年2月まで活動、その後修理のためカリフォルニアに帰還した。修理が完了すると、真珠湾の第5潜水船体に合流し、12月までハワイ諸島近海で活動した。12月16日、真珠湾を出港したバンパーは模擬商会に向かう。 トラック諸島、スービック湾、横須賀、ミッドウェイ島を訪問し、その後チンタを、航海で、西太平洋北方訓練部隊と共に6週間の訓練を行う。バンパーは1947年3月29日に、真珠湾に帰還した。1948年1月に、バンパーはカリフォルニアに向かい、6月1日までオーバーホールが行われた。 6月12日に真珠湾に戻り、その後間もなく2度目の模擬紹介に出向する。バンパーは1949年9月29日に真珠湾に帰還した。バンパーは1950年2月7日まで真珠湾を拠点として活動した。1950年2月22日にパナマ運河を通過し、その後東海岸沿いに活動。 1950年9月16日に退役する。1950年11月16日にトルコ海軍に移管され、チャナッカレの官名で最終役した。トルコ海軍での活動後、1976年8月11日に退役している。バンパーは第二次世界大戦の先行で1個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。